If I'm listening to you only, like if I were the psychologist, 例えばですね、私が、まあ、心理学者で、あなたのお話だけをただ聞いていたとしましょう。In three or four years as a psychologist, they go batty. で、まあ、心理学者とか心理カウンセラーとして、3年、4年、そういうふうに話を聞いていくとですね、みんな、ちょっと病気になってしまいます。They go goofy.ちょっとおかしくなってしまいます。それはですね、みんなの問題をずっと聞き続けていく仕事です。でもその時にこれは相手の問題なんだと思って聞いてるわけですよね。自分の中にそれがあるんだっていうふうに思わずに。だからなんです。あなたの中だけなんです。中だけにあります。そして自分の中に何が起きていたとしてもそれをクリーニングして解消することができると分かるのはなんて素晴らしいことでしょうか。So, if sorrow comes up in you, it comes up in her. あなたの中に悲しみが出てきたときには彼女の中にも出てきます。So, I'm going to ask her whether she's ever experienced despair.で彼女が絶望を経験したことがあるかどうかをお聞きしたいと思います。あなたは絶望を経験したことありますか？ No. No despair. 絶望ないですか？ No depression. 落ち込みとかないですか？ No sorrow. 悲しみとかないですか？ Well, depression, yes. Oh, yeah. But if you clean, it'll come off of her. でも彼女がクリーニングするとそれはあなたからも剥がれていきます。We are responsible. 私たちは責任があります。So if we clean here, everybody gets cleaned up. ここをクリーニングすればみんながクリーニングされます。Yeah. I mean, despair in women go, depression goes. そうすると女性たちの中の絶望感や落ち込みも消えていくでしょう。How wonderful, you know? 素晴らしいことですね。Yeah. Thank you. ありがとうございました。Yeah.